皆さん、もうすぐケモフレ3 4周年ですね。非常に非常に楽しみでございますね。さて今回の考察ですが、その4周年関連でまあいろいろありましてですね、はい。でまあまだね、不確定要素も多い考察でちょっと申し訳ありませんが、いろいろ話したいと思いますので、どうかお付き合い願います。はい、まずはログインストーリー。はい、こちらが急遽出ましたね、新しく。14日のデータ更新後にログインした時に皆さん、ストーリーの方をご覧になったかと思います。まあ一応昨日と、本日とまあストーリー出たと思うんですけど、登場したフレンズは、ブラックサーバルがメインでしたね。でおそらくですけど、この期間4周年記念あたりにブラックサーバルが実装する可能性は非常に高いかと考えます。でそのログインストーリーなんですけれど、はい、これだけまだ発生するそうなので、おそらくこれが全部閲覧できる状態のタイミングで実装してくるんじゃないかと予想しておりますので、8月の21日以降から、まあそこから数週間後の間あたりに実装すると予想しております。まあもしかしたらストーリーの内容次第っていうか、どっか状況でもしかしたらまた変わる可能性もありますけど、多分この4周年に出るぞというアピールだと思いますけどね。はい、ってことで、それを期待を胸に、次にブラックサーバルの性能予想をしようかなというふうに思います。こちらです。はい、前回のノンコイパークコラボの土豚とサーバルの性能予想の動画の最後に、ちょっと私ね、ブラックサーバルの性能もちょこっと一言予想していまして、その際は、超特化型のアタッカーって言ったかと思います。ただ改めてあの後いろいろな視点でブラックサーバルについて調べて、ちょっとねそれはふさわしい感じもしなくもなくなったなって思って、ちょっとね予想を変更させていただきました。あ、でとりあえずまずね、属性の方から触れていきましょうか。これも本当に悩みました。とりあえず私は第一予想はディラックスと予想しまして、理由は、まあ、サーバルがフレンドリー、ホワイトサーバルがファニーと来ているので、流れ的にじゃあブラックサーバルはディラックスかなという、まあ、そこは安直に考えました。で、もう一つね、これ、ハテナって書いてあるんですけれど、もしかしたらここに来て新しい属性が追加されるんじゃないかなというね、私の大胆な予想です。まあ、具体的に考えているのは、無属性っていうか、まあ、それをどういう名前の属性かまでは考えてはないんですけど、どの属性にも相性がなくて不利にもならないという属性を、まあそろそろこのゲームにも追加ワンチャンあるんじゃないかなって思ったんですよね。意外とね、その対応してくれそうな気がしまして、でそこでさらに願っているのが、同じ属性に対してのその恩恵スキルがその属性の場合全てに適用できる設定にしてくれないかなって、そんな予想をしてみました。要するにサブ属性のね、全属性が入っている状態っていうのは、まあ私の夢のまた夢の発想ですけど、実施してくれたら嬉しいなと考えました。まあ、そこに行き着いたきっかけもまあありまして、なんかねストーリーを見てて非常にね、なんかブラックサーバルが意味深なメッセージをね語っていたんですけれど、どうもねまあ非常になんというか闇のあった事情というかな。でそこについてちょっとこういろいろな人が考察してまして、まあ結構やっぱ闇が深いような感じがあって、でそこを読み取ってちょっと私参考にしまして、もしかしたら特化型ではなくて、何かそうこだわる感じではなくて、全てに対応できるような感じに性能を設定してくるのかなって考えまして、まあそのスキルの方もそこに触れてね、参考にして考えてみました。でもマジのね汎用性、例えばまあ状態異常無効とかね、そういうぶっ壊れスキルですかね、4周年にふさわしいんじゃないですか。まあそれに加えて汎用的なアタッカー、例えばホワイトサーバルのようなコーラス参加できるスキルとかで、まあ火力兼速攻的な、もう周回とかにはもってこいのアタッカーになるかなっていう風に考えました。でまあスキルに関してなんですけど、このさっき言った無属性というか、この全ての属性に恩恵を受ける状態といったので、まあその時点でも多分最強の状態なのかなって、まあ本当ね可能性ゼロの予想ですけど、そう考えました。まあもしくはまあ4周年このタイミングでね、新しいスキルが誕生することも期待できるかなっていうふうに思います。まあただできれば状態異常はこれ以上新しいもの増えてほしくないなっていうふうに願ってますけど私、とにかくねまあ4周年にふさわしいぶっ壊れな性能にはしてくるかなっていうふうに思います。はい、ってことで私の性能予想は以上です。続きまして、ログインボーナスでもらえる4周年前夜祭招待券についてですね、こちらは、9月16日土曜日、明日ですね、それを使用する招待が開催されるとのことです。こちらの詳細については当日の招待のお知らせをご覧くださいということで、まあわからない要素が多いんですけど、おそらく無料10回招待を引けるということじゃないですかね、1枚ごとに。でログインボーナスでは
全部で9枚最大でもらえるのかな。でもしかしたら当日あたりに1枚そのチケットプレゼントでもらえて10枚になれば、まあ、最大100連回せる感じになるかもしれませんね。まあこのチケットで果たしてブラックサーバルも対象にしてくれるかはちょっと厳しいかもしれませんけど、はい、まあとりあえずこの前夜祭招待券はぜひぜひ毎日集めておきたいですね。はい、あとはですね、公式の生放送が、9月の23日土曜日、夜8時からですかね、獣フレンズ3ワクワクドキドキ探検レポート15ですかね、が放送決定という知らせも来ております。内容というか流れはまあおそらくいつもの感じで、ゲームの方はブラックサーバルについても触れるはずですね。はい、まあだからタイミング的にはそこで実装する可能性もありますかね。実装されてから生放送で紹介するか、放送で発表されてから実装するかどうかかと思います。はい、あとあれですかね、こちらですね、まあいつもはワイワイツリーハウスのシーンでスクショ募集になってたんですけど、今回特にそこに限ってないですよね。見た感じゲームをプレイしているとき印象に残った1コマをスクショっていう風に書いてありますので、多分ワイワイツリーハウスにこだわらなくてよくて、このテーマ、自分の探検隊での日常の1コマをスクショということだと思うので、意外と誰でも気軽に送れそうですね、今回の感じ。はい、それが、9月17日日曜日までらしいので、あと2日後か。はい、まだ送ってない方はね、ちょっと急ぎ目でネタを探してみて、ぜひね送ってみてください。発表というか、これ当選されたら報酬とかはどうなんですかね、書いてないですけど。はい、まあそんな感じです。ということで以上です。まあね、今回4周年に関してのサービスについての考察がまあ大半でしたけど、まだまだね、もう4周年のサービス全然もっとこれからね、いろんなものが増えてくると思いますので、はい、もしかしたらその生配信の時にもね紹介されるかもしれませんね。はい、とにかくもう半端ないサービスです、4周年、文句なしの過去最大のサービスになると思いますので、皆さんぜひこの機会を逃さず、そして4周年を祝いながらプレイしましょう。バイバイ。